こんばんワンダホーということでね、引き続き説明書の、記録としての紹介になります。まあ、先日ね、要はあのハードオフさんの福袋説明書の福袋を買ったわけなんですけども、まあ、これを取ってた時にね、今後ね買う時のために一応どういったものを持ってるのかなっていうのを説明書だけのやつをね紹介しておこうかなと思って、あの完品として付いてる説明書とかは入ってないです。説明書単体でお部屋に入ってるやつをねちょっと紹介したいなと思っております。紹介というか記録ねしときたいなと思っております。というわけでね、よろしくお願いします。ゲームスタート。引き続きねちょっとプニさんのライブ配信を見ながら紹介していこうと思いますので、よろしくお願いします。スーパーファミコンからいきます。まずこちらでございます。スーパー大航海時代ですね。はい、状態はね正直よくありませんね、こちらに関しては。ただゲームとしては名作ですからね。続きましてはこちら名作ですね。スーパーマリオカートでございます。はい、状態は波ぐらいかな。スーパーマリオカートは私ね64が初めてだと思います。で、64とキューブに関してはそれなりにうまい、それなりにだと自負しておりますけど、スーパーファミコン版のはねその後にやったと思いますね。続きましてはこちらでございます。 RPG スクール、スーパーダンテ。こちらねほんと大変データが消えやすくてね、私3本所有してるんですけども、全部データ消えましたね。説明書としては状態が悪いです。続きましてはこちらでございます。コナミの新麻雀。これね、なかなか麻雀ゲームとしてはね、よくできてる麻雀だと思います。私結構遊びました。これ、おすすめです、これは。説明書は波です。続きましてはこちらでございます。デッドダンスですね。当時ね、やっぱりスーパー、ストリートファイターとか出て、格闘ゲームがもうこぞっていろんなメーカーから出てる時にね、負けじと出したジャレコの、格闘ゲームなんですけども、そこまでね個人的には面白いと思ったタイトルではないんですけど、好きな方がいたらごめんなさい。状態としてはね、まあ、折れがあったりシミがあったりするので、まあ、波以下ですね。続きましてはこちらでございます、はい、ミニ四駆シャイニングスコーピオン、レッツ&ゴーということでね、当時ねアニメでも、あとコロコロかな、漫画なんかでもねもう人気出ましたよね。当時子供たちなんかもね、ミニ四駆ケースみたいなやつにね、車とミニ四駆と、あとそのパーツなんかもいろいろでしたね。ボックスなんかをよく持ってたのをね、公園なんかで見かけたことをね思い出します。説明書としてはかなりの備品になっております。続きましてはこちらですね、竜騎兵団ダンザラプ、豊さんから出してる RPG だったかな。結構ねお話の冒頭がね重いんですよね。なんか家族が死んだとかそういう感じだったような気がします。ちょっとプレイしたんですけどね。説明書としては状態はもう波以上ですね。続きましてはこちらでございます、スクエアからねバハムートラグーン。これはね面白かった。これなんで続編出ないのかなっていうぐらいね面白かった。まあ、主人公がまあいるわけなんですけども、主人公自体にもジョブがあるんでね、主人公がこの、まあ、ドラゴンを育成してね、それを使って敵と戦わせるわけなんですけども、まあ、合成だったりとかね、そういったことによってこうドラゴンを育てていくことによってね、いろんな強いねバハムートだとかリバイアさんとかね、そういう伝説級のねドラゴンをこう作っていけるんですけども、その育成方法もそうだし、ストーリーも音楽もねさすがスクエアですよ。面白いゲームだったんだよね、ちょっと続編はね出てないよね多分ね。これでもおすすめなんでね、皆さん機会があったら、ゲーム自体も安くなってますのでね、やってみてはいかがでしょうか。続きましてはこちら、やはりねスクエアから出ましたアルカイストですね。こちらはねアクション RPG かな、アクション RPG でしたね。途中までやって私やめちゃったんですけども、ゲームとしてはそこそこ面白かったような思い出があります。ただやっぱりね、こういった系のアクションゲームというと、まあ、ゼルダもそうなんですけどもね、よく言う、私がよく言うエニックスの3部作、ソウルブレイダー、天地創造、ガイア幻想機だね、はい。その3作はね、ほんと名作なんで、そこもやってほしいなといつもね、思っております。続きまして、スクエアからファイナルファンタジー6。
説明書はね結構備品ですね。うん、備品だと思います。ファイナルファンタジーはねやっぱり2が好きなんですけど、この6もかなり好きですね。私のファイナルファンタジーは一応6で幕を下ろしましたから、その後はねプレイステーションというところにね移動しちゃったんで、それ以降まあちょっとプレステ2この間福袋買って10とか10-2とかは、違う12か12、うん、そこら辺までちょっと分かってないんですけど、まあ間違えたらごめんなさい。要はあの10とか12とかちょろっとプレイはしたんですけどね、やはりこれ辺が一番最高峰だったかなという気がします。あでもあれ出るね、ファイナルファンタジー7のリメイクね、あれはちょっと気になってます。続きましてはこちらです。ノイギーヤ、これは確かねあそこで買った、新潟で買った、うん、あのゲームは持ってないです。これに関してはパッと見ね、まあ、ゼルダとかそういった感じの、アクション RPG なのかなっていうような画面の作りにはなっておりますよね。状態としてはまあ波ぐらいかな。続きましてがこちらでございます。ヤノマンからね、アレサ。アレサはね、あれかな、ゲームボーイかなんかの RPG だったのかな、元がね。多分アレサ1、2、3ぐらいまで出てるん で、スーパーファミコンでも1、2出てるんだよね。ちょっとね、あの適当なこと言ってる時もあるんで、ゲームボーイにもしなかったらごめんなさいね。私の記憶違いっていう部分もありますので。でも確かアレサはゲームボーイでも出てたなと思います。状態としては波ですね。こちらもね、ちょっとプレイしたこと、あ、これはクリアしたかもしんない、確か。当時ね、スーパーファミコンの RPG を一気にクリアするっていう企画を自分の中でやってまして、まあ、こういう動画上げる前ですけどね。その時にね、いくつかっていうか、十数本、数十本、まあ、どっちか忘れましたけど、クリアした中の一つのタイトルだと思います。続きまして、出ました、名作。これぞ名作、ゼルダの伝説。と、神々のトライフォース。説明書としてはね、備品ではないね、波以下ぐらいですね。うん。こうしよう、波をね、7点にしよう、波を。だからこれは5点ぐらいです。ゼルダはね、ゼルダ初めてクリアしたのは、64の時のオカリナ。うん、時のオカリナです。で、その後でこのスーパーファミコン版のね、神々のトライフォースやって、ファミコン版のゼルダやって、でゲームキューブ版の風のタクト、これが確か途中で終わってると思うんですけども、まあ いや次行きましょう。続きましてはね、キャッツランです。もう時間なくなっちゃうんでね、これはまあカーレースゲームなんですけども、珍しいのはね、キャッツラン全日本軽カー選手権ってことでね、あの軽自動車を使ったねレースゲームになってます。まあ軽自動車でね、速いといえばね、というかまあスポーティー的なといえば、この私大好きなカプチーノだとかね、アルトワークス、そして私が昔乗ってたね、ワゴン R。ワゴン R はね、マニュアル乗ってたんですけど、結構操作性ね、悪くないのよ。あとはね、今はね、プレミア価格になってますね。ホンダビートとかね、あとこのツデイなんかも結構速いんだよね。あとはね、ミニカトッポの上の弾丸。これもだいぶ弾数減ってるんで、そんなに見ないんですけど。あとはマツダのね、AZ1。これなんかもかっこいいよね。あとはアルトとね、ライバル関係にあったであろうミラターボね。これもかっこよかったな。主人公なんかはね、女の子なんで、結構こういったアニメキャラ系好きな方にはね、なかなかまたそこはそこで面白いかも。レースゲームとしてもね、それなりに楽しめた一品だったと思っております。続きまして、アラジンでございますね。アクションゲームですね。状態はまあ波ぐらいなので、6.5 ぐらいかな。続きましてがこちらでございます。マジンガー Z ですね。これはね、一回プレイ動画見たんだけど、コツをつかむとクリアがすごい簡単っていうね。もうファンにはでもたまらないでしょうね。あのオープニングとかもね、マジンガー Z の音楽をしっかりね、再現されてるんでね。なかなかこれファンにはたまらないゲームになっております。続きまして。ウルトラマン7でございますね。まあ、ウルトラマン系というと格闘ゲームが多いんですけど、これも漏れずに格闘ゲームになっております。まあ、マジンガー Z にしても、ウルトラマン7、ウルトラ7にしても、状態はね、ちょっと今一つ、6点、5点ぐらいだと思います。続きましてこちら。こちらも名作、ガンバレゴエモンだということでね。まあ、ファミコンシリーズも名作なんですけどね、それがスーパーファミコンになってね、さらに面白くなったね。
でこちらに関してはエビスマルちゃんを使うと2人同時プレイできたのかな。うん、なかなか楽しい。さすがコナミというゲームだと思います。説明書はまあ波ぐらいですね。続きましてこちら、これまた来ました名作イース4。イース4はねクリアしましたね。イース4、イース3はスーパーファミコンでクリアして、1と2は PC エンジンの CD-ROM だったかな。うん、イース4もねそれなりのプレネはついているんですけども、スーパーファミコン版のイースで高いのはやっぱりイース5、あとはイース5エキスパンションっていうのがあったかな。それなんかはすごい値段がついてますよね。うん、いつか手に入れたいなと思っております。続きましてはこちらでございます。ヒューマンから出ました、ザ・ファイアマン。まあ、主人公がね消防士、火事になった建物のね火を消しながら進んでいくわけなんですけども、これはねそれなりね値段もついてるんですけども、アクションゲームとしてもかなり優秀です。とても面白い、よくね作り込まれたゲームだと思います。ほんとね一回やっちゃうとなかなかやめ時をね見失うような、そんな感じですね。これを2人同時プレイできるのかな。今これ画面に2人表示されてるんですけども、これ面白いね、ザ・ファイアマンは。続きましてはこちらでございます。はい、ザ・ニンジャ・ウォーリアーズ・アゲイン。これはねもう見る人見るともうこのゲームが高いっていうのは分かるんじゃないでしょうか。多分これ完品備品だと運満いくタイトルですからね。私実は残念なことにねカートリッジ持ってるんですけど状態が今一つなんですね。説明書としては波以上、今ちょっとよだれがついたんで波以下になったかもしれないんですけど、うん、まあ7点ぐらいかな。先ほど言った波を7点で言うなら7点8点ぐらい、ただよだれがついたんで4点ぐらいかもしれないですけども、うん、でも状態すごいいいですよ。続きましてこちら、あ、これもまたねレアタイトルですね、カルラ王ですね。これもねとてもよくできたアクションゲームなんですね。これもなかなかねハマっちゃうとやめ時が見つからないようなタイトルですね。ゲーム自体も裸でも数万円するタイトルなんで、この忍者龍剣伝とここら辺っていうのはね相当高いと思います。こちらに関してはね状態すごいです。波が7点だとすると8.5ぐらいですね。ちょっと時間がもうちょっとあるんで一気にいっちゃおうか。PC エンジンが少しあるんで、頑張れゴルフボーイズ、ワールドビーチバレー、ワラビー、ブラボシビミンマン2になってます。サタキチ7アドベンチャーゲームですね。裏は私大好きダンジョンエクスプローラーになっております。そして名作ボンバーマンでございますね。ボンバーマンはね名作なんだけど安く買えるからね。はい、シューティングゲームからミスターヘリの大冒険。はい、ナムコからまたシューティングゲームのバルンバですね。これもなかなか面白いですよね。続きまして NEC アベニュースペースハリアでございます。うん、素晴らしい。続きまして、アドベンチャーアイランド、これなかなか好きなんですよ。あのねモンスターレアだとかビックリマンとかね、ああいった感じのアクションゲームなんですけども、こういった画面タイトルね、多分見る人を見ればすぐあこういうゲームかっていうの分かると思うような画面構成ですよね。これ面白いですね。最後はこちらになります。これもねちょっとレアタイトルですね。シューティングゲームですね、バイオレントソルジャーってなってます。お値段多分5000円か6000円ぐらいはすると思います、完品であればね。はい、ということで以上でございます。なんとか2話に収めることができました。そのおかげでちょっとプニさんのライブ配信をね横目でチロチロ見ながらの感じなんですけども、というわけでね、あ、時間がもうあれ、ご視聴の方ありがとうございました。まあ、自分のね記録的な意味で意味合いでつけた作った動画ではあるんですけどもね、皆さんも楽しんでいただければ幸いでございます。それではご視聴ありがとうございました。ゲーム大好き、レトロゲーム大好き、おいでした。コンティニュー。